能登半島地震から2週間以上経過し、滋賀県は今後広域避難の受け入れを進めていく方針を示しました。石川県もそして国も本格的に広域避難を能登半島奥能登で呼びかけられておりますので、そういったことが今後本格化してくると想定されます。三日月知事は今日の定例会見で、今後被災地のニーズに応じた人的・物的支援のほかに被災者の広域避難の受け入れを進めていく方針を示しました。県によりますと、住宅としては昨日現在、県と県内の市町合わせて25戸の公営住宅が、また観光庁のまとめによりますと、滋賀県内のホテルや旅館では最大45施設2237人分の部屋が用意されているということです。このほか医療施設などの受け入れ準備も進められています。一方で、二次避難を呼びかけても希望する人が少ない現状について質問が出されると、昨日かな、市長か町長かをして市民町民の方に広域避難を呼びかけられている姿見ましたけど、あれはきついですよね。ただ現地の状況を見ると、なんとか大切な命を守ろうということで、呼びかけられていると思うので、そういったことに応えられる滋賀県の体制を作りたいというふうに思います。すいません、ちょっと、任期満了に伴う高良町長選挙が今日告示され、新人3人による三つどもえの選挙戦がスタートしました。任期満了に伴い今日告示された高良町長選挙に立候補したのは、届け出順に前の町長の下で副町長を務めた大橋久和さん70歳、退任する現町長の後継候補で自民党高良支部長の寺本淳二さん74歳、元高良町議会議員の岡田隆之さん50歳のいずれも無所属新人の3人です。立候補した3人はそれぞれ町長と議会との間で混乱が続く町政の立て直しや子育て世代への支援を軸とした人口減少対策などを取り組むべき課題として訴えています。高良町長選挙は次の日曜日、今月21日に投開票されます。なお、前回2020年の投票率は 73.72% でした。琵琶湖で育てられた淡水真珠、琵琶湖真珠や池町貝を使って学生たちが制作したジュエリー作品が今、県庁で紹介されています。琵琶湖真珠や池町貝を用いたジュエリーを制作したのは、専門学校彦水野ジュエリーカレッジの1年生95人です。作品は産学共同プロジェクトとして大津市の真珠販売店神保真珠商店の監修のもと制作され、県庁内にある県民サロンで今30人の生徒の作品が展示されています。今日は会場を訪れた大杉澄子副知事に代表の学生らが作品を紹介しました。これは大津市の伝統野菜大みかぶらをモチーフにしたピアス。パール裏面がちょっと茶色くなってたんですけど、パールの形とかぶらの形がマッチしているし、その茶色い部分ももっと可愛く見せれるなっていうことで、あのデザインにしました。またこれは真珠や貝が育てられた琵琶湖が山からの水の恵みでできていることからひらめいた琵琶湖から見える山をテーマにしたリング。貝のやっぱり七色に光ってるところっていうのがとても綺麗なので、そちらをこう眺めてめでていただければなって思ってます。
近江牛をモチーフにしたブローチなど滋賀をテーマにした作品を見ることができるこの展示会は今月19日金曜日まで開かれていて、作品は申し込みの上購入することも可能だということです。小中学生が議員となって県の政策に対し知事らに質問や提案をする子ども県議会が開かれました。子ども県議会は県が毎年行っているもので、今年度は小学4年生から中学3年生までの40人が任命されています。この日は子ども議員たちが県議会の議場に集まり、三日月知事や県の幹部らに対し自分たちが感じたことやその解決のために取り組んできた活動の成果を発表しました。この中でラーケーションの導入を提案した子ども議員は、ラーケーションとは学習のラーニングという意味の言葉と休暇のバケーションという意味の言葉を組み合わせた造語です。僕の父は土日も仕事のため僕が休みの日に一緒に遊んだりどこかへ出かけたりすることがなかなかできません。ラーケーションの導入を進めてもらえば僕は父と世界を見る校外学習がしたいです。この提案に福永教育長は次のように答えました。家族と共に豊かな時間を過ごすことをみんなが経験できるようにするにはどうすればよいのか、これは子どもも大人もアイデアを出し合って話し合って決めていくことが大切だと思っています。私たち大人にも関わる問題でありますので、これからもみんなで考えていきたいと思っております。このほか子ども議員からは環境や歴史などに関する提案も行われ、県では実際の政策を考える際の参考にしていきたいとしています。滋賀銀行では今今年の大河ドラマの主人公紫式部に関連したロビー展を大津市と京都府宇治市の合わせて9つの支店などで開催しています。このうち紫式部が源氏物語の着想を得たとされる石山寺に近い石山支店では、光源氏の幼い頃や御簾の外から覗く姿などが描かれた源氏物語図屏風の複製や、百人一首にある紫式部の歌を説明した行員作成のシートなどおよそ20点が並んでいます。紫式部のロビー展を通じてですね、地域を盛り上げて、知名度が、ね、上がって、地域経済が発展することに少しでもお役立ちができれば嬉しいなと。この展示は今月末まで行われるということです。